鉱山寺延は在日韓国人の元プロボクサー。本名は金寺延。秋田県秋田市出身。東北朝鮮初中高級学校卒業。角江美宝石ボクシング事務所属担当トレーナーは佐藤直樹第51代日本ウェルター級王者。元アップブフ東洋太平洋ウェルター級暫定王者を獲得している。 プロでの生涯戦績は26戦24勝2敗、0分。鉱山ジュノベ、第51代日本ウェルター級王者、元アップ部フ東洋太平洋ウェルター級暫定王者2007年7月25日、東京都の高楽園ホールで、プロデビュー、最終4回判定にかられで勝利を得た。2012年12月21日、渡辺明則が、 アプブフ東洋太平洋王座1念年のため返上した日本ウェルター級王座を斉藤幸信丸と争い判定で初タイトル獲得となった。2013年3月25日、初防衛戦はインブンゲンとの史上初となる朝鮮学校出身者同士による日本タイトルマッチとして行われ、2から1の判定で初防衛成功。 その後日本ウェルター級王座を6度防衛した後、2015年11月9日付で、日本ボクシングコミッションに同王座返上届を提出することで、王座返上を行い、アプブフ東洋太平洋王座及び世界王座を目標とすることを理由に挙げた。2016年2月23日には、フィリピンのジョエル・デラクルーズとアプブフ東洋、太平洋ウェルター級暫定王座決定戦を争い、 6ラウンド個で勝利し暫定王座を獲得している。2016年7月25日に東京都の高楽園ホールで行われたアップブフ東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチでは正規王者のジャックブルベーカーと王座統一をかけて戦ったが試合は終始ペースを取られ11ラウンドに一度ダウンを奪ったものの判定となり結果は1から2で敗北した。 この敗北により2月に獲得していた暫定王座も失い、王座統一に失敗し、ノンタイトルとなった。2016年9月23日、自身の公式ブログ上にて現役引退を表明した。引退に際して、高山はと綴っている。ありがとうございます。